こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、ベネフィットジャパンを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。先ほどですね、東証ローテーションのですね、アンジェスの動画をアップしたんですけども、一部ですね、情報が誤っていたためにですね、今現在非公開にしております。というのはですね、相場の原理原則が初月無料にするという話をしてたんですけども、その部分がですね、先ほど今知ったんですけども、ゴージャンさんの方からですね、技術上使用上できないというね話をいただきまして、急遽ね、誤解を与えてはいけないということで、動画の方ね非公開にしている状況であります。まあ、後ほどね、準備ができましたらアップいたしますので、しばらくねお待ちいただければなというふうに思います。話を元に戻しまして、分析時期につきましては2019年8月28日、時間軸につきましてはスイングとなります。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。はい、それではですね、早速ベネフィットジャパンを分析する上での前提について確認をしていきたいと思います。まずはね、いつものように掲示板の投稿ランキングの方から確認をしていきたいと思います。ベネフィットジャパンにつきましてはですね、掲示板投稿ランキング、ね、ランク外ということで、あんまりね、話題になっていないというか人気がない銘柄なのかなというね、ところであります。あとですね、ティック回数もちょっとね、若干換算としておりまして、まあ、555回ということで、まあ、微妙に5分足がね、微妙に完成するかしないかっていう程度のね、出来高の状況となっております。あと最後ですね、日証金と信用残なんですけども、まあ、日証金ですね、信用残が若干減っておりまして、買い残が、ね、若干増えているという状況であります。まあ、全般的な水準といたしましてはですね、買い残の方ですね、まあ、だいぶ、ね、整理されている状況なのかなという、ねところであります。分析の前提につきましては以上になります。はい、それではですね、早速チャートの分析の方に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年8月28日現在のベネフィットジャパンの月足チャートになります。まずはね、早速ストキャスティックスの方から確認をしていきたいと思います。ストキャスティックスにつきましては現在ですね、買いサインが出ている状況であります。まあ、ね、水準を見ていきますと買われすぎ水準までね来ているんですけども、ストキャスティックスの場合につきましてはですね、買われすぎ水準まで来てもね、もう一伸びするというね特徴がありますので、まあ、この水準についてはね、まだね、気にすることはないのかなというね、ところであります。あとですね、RSI につきましてはですね、現在 50% のね、ポイントまで来ている状況であります。まあ、RSI のね、特徴といたしましては、50% とね、80% のね、ところで推移している場合については上昇トレンドですね、50% から 20% のところで推移している場合については下降トレンドというね、特徴があるんですけども、今現在ね、50% のところで、まあ、上回ろうかというね、ところになってきております。ということはですね、まあ、RSI の特徴といたしましては、まあ、50% からね、下から上がってくる場合については、50% の水準が、まあ、レジスタンスとして、ね、機能する場合があるということで、今現在、ね、微妙に超えている段階なので、もしかしたら、ね、売りが入ってくる可能性もあるのかなという、ね、イメージを持っております。テクニカル指標のです、ね、分析につきましては以上になります。引き続きです、ね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずは、ね、右下の、ね、判例にありますように、事前に分析をいたしましたサポートとレジスタンスの、ね、アウトプットを、ね、チャート上に出していきたいと思います。まずは、ね、サポートの方から出していくんですけども、まず1つ目の、ね、意識されるサポートにつきましては、800円近辺がです、ね、意識されるサポートなのかなという、ね、認識を持っております。ここについてはです、ね、過去、ね、2回機能しているということで、まあね、今回も意識される可能性が高いのかなというところであります。サポートにつきましてはですね、過去ね、意識、まあ、機能した回数が多ければ多いほどね、強いサポートになるという特徴がありますので、今回ね2回ということで、まあ、2回分の機能強度があるのかなというねイメージと、あとね、価格帯別的だからね、裏付けがあるということで、このサポートについてはかなりね、強く機能するというイメージを持っていただければなというふうに思います。あとですね、2番目のサポートにつきましてはね、1000円付近ですねが意識されるサポートなのかなというところであります。まあ、1000円につきましてはですね、まあ、切り板ということで意識されるのと、あとね、まあ、過去ね2回機能しているということで、まあ、ここもね、多分下落調整が入った場合には、まあ、意識されやすい価格帯なのかなというねイメージを持っております。
あとですね、次はレジスタンスになるんですけども、ここについてはですね、直近の上場来高値のね、1675円が、まあ、意識される、ね、レジスタンスになるのかなというね、イメージを持っております。ここについてはですね、木の下回数が、まあ、1回ということで、まあ、強度についてはね、未知数なところがあるのかなというね、イメージを持っております。サポートとレジスタンスの、ね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートを引きで見た状況をね、分析していきたいと思います。今現在ね、チャートをね、引きで見ていきますと、ここでね、トライアングルができておりまして、上抜けしているのがね、確認できるかと思います。このね、上抜けのね、見積もられる目標株価については、今現在ね、見積もっていきますと、大体ね、このあたりですね、1400円、1350円ぐらいですかね、行くか行かないかぐらいのところで、なるんですけども、今現在ね、まあ、見ても分かりますように、まあ、オーバーシュートしてるんですよね。かなりオーバーシュートしている状況ですので、これの状況についてはですね、まあ、経験則からいくと、まあ、調整してくる可能性が高いのかなというね、イメージを持っております。月足の分析できる状況については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年8月28日現在のベネフィットジャパンの週足チャートになります。まずはね、RSO の方から確認していきたいと思います。RSI につきましてはですね、現在、変わり過ぎ水準の 80% を、ね、超えてきている状況であります。あとね、RSI の特徴といたしまして、まあ、ストキャスティックスとね、同じオシレーター系の仕様ということになるんですけども、ただですね、まあ、ストキャスティックスと違って、変わり過ぎ水準がね、シビアに影響する特徴があります。なので、この水準にあるということはですね、まあまあ、チャートにつきましては、いつ、ね、調整が入ってもおかしくないのかなというね、認識を持っていただければなというふうに思います。あとですね、信用残につきましては、赤いラインがですね、信用改ざん、黄色いラインがですね、信用売り残になるんですけども、今現在ね、見ても分かりますように、信用改ざんがね、かなり減ってきている状況になっているというところであります。で、信用改ざんの特徴といたしまして、この信用改ざんがね、積み上がってきますとですね、まあ、将来の売り圧力が増えてですね、下がりやすくなるね、特徴があるんですよね。で、今現在のこの特徴といたしましてはですね、この信用、売り圧力の信用改ざんがだいぶ整理されてきて、まあ、上値が、ね、軽くなっている状況という、ね、認識していただければなというふうに思います。サムチャートの、ね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずは、ね、月足で分析をいたしましたサポートとレジスタンスをですね、週足のチャート上に描画していきたいと思います。でですね、今現在ね、週足のチャート上を見ていきますと、まあ、サポートが、ね、2つあるんですよね。で、そのサポートについてですね、アウトプットしていきたいと思います。まずはね、一つ目のサポートにつきましては、1250円付近がですね、意識されるサポートなのかなというところであります。ここについてはですね、過去3回機能しているということで、まあ、かなりね、強いサポートなのかなというね、認識であります。二つ目のサポートにつきましてはですね、1500円付近がですね、意識されるサポートなのかなというところであります。これについてはですね、過去2回機能しているところではあるんですけども、今ね、まあ、つい最近ですね、レジスタンスからサポートに変わったばかりということなので、またね、ここについては機能してくるかどうかね、まだね、未知数なところがあります。サポートとレジスタンスの、ね、分析については以上になります。引き続きですね、チャートを引きで、見た、ね、状況について分析していきたいと思います。今現在ね、付け合わせ分析いたしましたように、目標株価についてですね、出していきたいと思います。まあ、目標株価についてはですね、大体1350円付近が、ね、目標株価になっていて、それが、ね、今現在、ね、オーバーシュートしている形になっているという状況なんですけども、経験則からいきますとですね、このオーバーシュートにつきましてはですね、長く続かないという、ね、イメージがあります。なのでおそらくですね、このオーバーシュートね、まあ、ある程度勢いが止まったらですね、おそらく目標株価あたりまでね、までは調整してくる可能性が高いのかなという、ね、イメージを持っております。週足の、ね、分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年8月28日現在のベネフィットジャパンの日足チャートになります。まずはね、 RSI の方から確認していきたいと思います。 RSI につきましてはですね、現在変わりすぎ水準の、ね、80% で超えてきている状況であります。まあ、一応ね、 80% 近辺で揉み合っているということで、トレンドとしてはね、強いという印象を持っているんですけども、いつ調整がね、入ってもおかしくないのかなというね、イメージを持っております。 RSI のね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。
まずはね、月足と週足で分析をいたしましたサポートとレジスタンスについてですね、チャート上に描画していきたいと思います。でですね、今チャートの引きで見た状況についてですね、アウトプットしていきたいと思います。今現在ね、この黄色いね、実践のポイントがですね、で揉み合っているのかなというね、認識を持っております。で今ね、月足と週足で分析した通りですね、調整する可能性が高いということで、分析していきますと、おそらくですね、この株価については、最低限ですね、最低限というか、おそらくなんですが、このね、揉み合いのレンジですね、レンジの揉み合った分の幅ですね、100円ぐらいを持って、1550円ぐらいまで、ね、伸びていくのかなというね、イメージを持っております。で、1550円から1675円付近まで伸びた後ですね、おそらくね、さすがにもうエネルギーを持たれたということで調整してくると思うんですが、多分ね、1550円から1675円付近で、から調整してくるのかなというね、イメージを持っております。でですね、調整した後はですね、おそらく1350円付近まで落ちてくると思うんですけども、そこからですね、揉み合いになって、上抜けさばについてはですね、おそらくここのね、レンジの目標株価、レンジのね、上抜きの目標株価である、1900円から2000円あたりまで伸びていくのかなというイメージを持っております。あるいはね、上抜けが騙しになって、下抜けした場合についてはですね、800円ぐらいまで落ちてくるね、可能性があるのかなというね、イメージを持っております。ではですね、相場の原理原則を使って、日足のチャートのですね、このチャートパターンの目標株価と、あと5分足チャートを使ってですね、今現在このね、伸びですね、上昇トレンドの伸びがどこまで続くかについてですね、アウトプットを出していきたいと思います。それではですね、事前に収録いたしました映像を使ってですね、日足と5分足のね、アウトプットを出していきたいと思います。まずはね、このチャートパターンでね、揉み合っているポイントですね、エルタードを出してみたら、アウトプットが出なかったということで、チャートパターン、ね、出していきますと、今現在ね、この赤く書くときますと、上抜き下場については、ね、1940円ですね、下抜き下場については877円付近まで、動いていくのが、ね、イメージできるかと思います。続いて5分足にチェンジいたしまして、目標株価、ね、出していくんですけども、今ね、明確に止まってる、下げ止まったポイントについては、このね、波動になりますので、この波動の次のね、陽線を、ね、エルタドと起点として出していきますと、今ね、第3波に届かなかったんですが、第5波が発生いたしまして、今現在ね、この第5波の途中にあるんですけども、おそらくこのアウトプットでいきますと、1593円付近ですね、1593円付近が、第5波の、ね、最大値なので、この付近で、ね、上げ止まってくる可能性が高いのかなという、ね、イメージを持っております。ベネフィットジャパンの、ね、分析については以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。ベネフィットジャパンについてです、ね、分析をしてまいりましたが、いくつか、ね、皆さんのためになれば幸いです。またです、ね、この動画で登場いたしました相場の原理原則につきましてはです、ね、概要説明欄の方にリンクが当たりますので、興味のある方はです、ね、入っていただければなというふうに思います。月額5000円って非常に安いと思いますので、どうか、ね、検討していただければというふうに思います。またです、ね、この動画を見ていただいて面白かった、もしくは、ね、ためになったという方はです、ね、チャンネル登録もしくは高評価をいただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。